ってる？隣の学校の男子が見たんだって。口裂け女。え、嘘。どこでどこで？なんかあっちの東町の近くの公園らしいんだけど、一人で遊んでたら目の前に怪しい女の人が立ってたんだって。それって背が高くて髪が長くて。そう、白いマスクをして長いコートを着た女の人。ねえねえねえ、それで？それでその男子はびっくりして逃げようとしたんだけど、その女がなんか変な声で私綺麗って聞いてきて、そんでスーってマスクを外したら口が耳までグワーって裂けてたんだって。でね、もし口裂け女に捕まったら秘密基地に連れて行かれてハサミで口を切られちゃうんだって。今の口裂け女はえげつないな。ちょっと二人とも変な話しないの。お前も懐かしいだろ。お父さんが高校の頃な、もう日本中で口裂け女の噂が流行ったんだよ。しかもな、実は最初に流行ったのがこの町なんだよ。え？本当？うん、本当本当。そして今は口裂け女がこの町に戻ってきたんだって。ねえゆきちゃん、ちょっと買い物行ってきてくんない？やだ、だってそこの公園5時になったら口裂け女が出るもん。じゃあちょっと行ってくるね。いってらっしゃい。本当に出るんだって。なあ、本当に出たらどうする？え？逃げる。お前足遅いから絶対さらわれちゃうって。え？あんたみたいな子はさ、口裂け女にさらわれてどっかに消えてくんない？どうして黙ってるんですか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 ？なんで何も言わないの？口が開かないの？口裂かれた方がいいんじゃない？痛いよね、口裂かれたら。当たり前じゃん。痛いよ。あ、いつまで残ってんの？そろそろ帰らないと。はい、山下先生。さようなら。さようなら。さようなら。口裂け女の噂は禁止だからね。マサキ先生、お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫ですか、山下先生？あ、はい。いや、転任してきたばっかりだからいろいろ大変でしょう。まあ、あ、私ちょっと上行きます。はい。
ヒランダ？みたい。でかかったよね。あ、時間は？あ、5時過ぎたね。なんだ、くっさけ女なんか出ないし。何それ、くっさけ女の情報か。あ、いえ、違います。んねえねえねえ、後ろ。何？うわ、くっさけ女がいる。くっさけ女は次はうちの学校の生徒を狙ってるんだって。じゃあそれ確かも。え、いやだ、ミカちゃん何言ってるの。だってそうなったら喜ぶ人もいるし。え、ほら朝礼始まるから早く並んで。夏希ちゃん前の方でしょ。はい、はい。今日は授業は午前中だけにして、集団下校を行います。皆さんはお隣の学校のことで怖かったり不安だったりしていると思いますが、こういう時こそ心を落ち着けてルールを守ることが大切だと思います。口裂け女の噂はしない。絶対に知らない人とは話をしない。それに家ではお父さんお母さんの言うことをよく聞いて、勝手に外へは出ていかないようにお願いします。まさに口裂け女だね。ミカ、昨日の犯人でしょ。あ、口が裂けてるから話せないんだ。男の子どこやった。さらったんでしょ。どこやったの。ちょっとやめなよ。夏希は関係ないじゃん。じゃあミカ、口見せてよ。裂けてないんだったら別にでしょね。いいじゃん。おはようございます。おはようございます。ちょっと何やってんの。くれぐれも気をつけて。さよなら。
さよなら。はい、お疲れ様でした。はい、さよなら。はい、さよなら。さよなら。ありがとうございました。山下先生、お疲れ様でした。お疲れ様です。行こっか。どうしたの？どうしたの、母ちゃん。あれ、美香ちゃんのお母さんじゃない？すいません、山下先生。ちょっとパートさん一人お休みしちゃったんで、急に仕事が増えちゃって。いえいえ、ちょうど今はついたところですから。さあ、美香、先生にさよなら言いなさい。何してるの？どうしたの、美香ちゃん。もうちょっとしたら帰る。何言ってるの？一人でいたら危ないでしょ。じゃあ、私がもう少し美香ちゃんと一緒にいて、その後お家まで送りますよ。え、でも。大丈夫ですよ、すぐ連れて行きますからね、美香ちゃん。ではですね、今日はここで解散となりますので、ご協力どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけてね。はい、お疲れ様でした。美香ちゃんさ、もしかしてお母さんと喧嘩した？もしそうだったら、先生も仲直りできるように協力するよ。山下先生。何？子供が嫌いなお母さんもいるの？うん、いるかもしれないね。でも、ミカちゃんのお母さんは絶対ミカちゃんのことが好きだよ。どうして？だってさっきミカちゃんがお母さんの方を見なかった時ね、お母さんものすごく寂しそうな顔してた。それはさ、ミカちゃんのことが好きだからでしょ。それ、お母さんに？大丈夫、先生がもうそんなことさせないから。お母さん、私のこと嫌いなんだよ。そんなことないよ、先生にはわかるもん。お母さんは美香ちゃんのことが好きなんだよ。その気持ちが強すぎて、時々そのなんていうのかな、私お母さんなんか嫌い。なんでそんなこと言うの？美香ちゃん、美香ちゃん待って。
これはでもそういう仮面みたいなものをかぶっていたということですよね。でも確かに口が。とりあえず一度署の方にお越し願えますか。いいから話して。佐々木さん、佐々木さん、佐々木さん、大丈夫ですか。佐々木さん、佐々木さん、落ち着いてください。自宅に戻りましょう。犯人から何か連絡があるかもしれませんから。ミカはどうしてるんですか。無事なんですか。ミカは、ミカ、佐々木さん、佐々木さん、佐々木さん、大丈夫ですか。はい、ゾウさんは、うん、これパンダさんの、うん、はい、オーナーですが。あ、山下です。遅くにごめんなさい。君か、なんか急用？え、ううん、ただ愛と話ができないかなと思って。もう寝ちゃった？ああ、もう寝ちゃったよ。そう、愛はまだ会ってくれないかな。そうだな、今はまだ会いたくないとしか言わないな。わかりました、ごめんなさい。じゃあ、そうなのね。愛はお母さんよりお父さんの方が好きなのね。そうなんでしょう。正直に言ってみて。お父さんの方が好き。お母さんは叩くから嫌い。ごめん、愛、違うの、こっち来て。ね、ね、ね、ちょっと、佐々木さん、疲れてるみたいだから。はい。佐々木さん、少し休んだ方がいいですよ。何かあったら起こしますから。いえ、眠れないんです。心臓がずっとドキドキして。3年前に主人を事故で亡くしてから美香とうまくいかなくなって、私がちゃんとしてれば美香はまっすぐ家に帰ってきたのに。神奈川県緑山市静川町で一昨日と
連続して発生した児童連れ去り事件。未だ捜査に進展はなく、二人の児童の行方も分かっていない。神奈川県警本部は捜査員を増やし、一刻も早く被害者を救出するため懸命に捜査を続けている。ここはおととい小川文明君が連れ去られた静川東公園です。文明君はこの場所で口先女の扮装した何者かに連れ去られました。そして昨日佐々木美香ちゃんを連れ去った犯人も同じように口先女の扮装をしていたのが目撃されています。犯人はなぜ口先女の格好をしていたのか、そしてなぜ子供たちを連れ去ったのか。はるちゃん、どうしたの？依然としてつかめておる。ママがやったの？謎が深まるばかりである。静川町の住民は町のどこかに潜んでいるかもしれない犯人の存在に怯え、眠れない夜を過ごしている。風邪ひいちゃっただけ。ちょっとぼーっとするから薬買ってくるわ。うん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。文明君が連れ去られた公園は普段から利用する人が少なく、事件当時も文明君とその友人の合わせて3人しかいなかった。翌日、佐々木美香ちゃんが連れ去られた場所は自宅がある団地の敷地内で、担任教師が自宅へ送り届ける途中に起こった。犯人は常に美香ちゃんのチラシもらってきた。それと、あれ？おい、入んなよ。どうしても一緒にチラシ配りたいんだって。とにかく協力したくて。本当にすいませんでした。まあ謹慎処分といってもあまり重く受け止めないで、少し静かに過ごして気持ちを落ち着けてくださいね。はい、では失礼します。山下先生。あ、松崎先生。あのちょっとお話があるんですが。じゃあ先生は犯人の顔を見たんですよね？あ、ええ。ですけど事件のこと聞いてどうするんですか？これを見ていただけませんか？え？似てます。そうですか。誰なんですかこの人？ちょっとどういうことなんですか？何か知ってるんだったら教えてください。私美香ちゃんのこと助けたいんです。どうしたんですか？ちょっとすいません。松崎先生。何やってんですか？
なんですかあの人。降りてくださいよ。嫌です。ちゃんと教えてもらうまで降りません。あの写真の人が犯人ですよ。警察に知らせましょうよ。あれ30年前の写真ですよ。え？子供がさらわれる時、その方角から僕の頭の中に女のうめき声みたいなものが聞こえる、そんな話信じますか？僕だってわけわかんないですけど、考える暇もなしにまたさっき聞こえ始めたんです。え？声のする方に向かってます。ここは事件があった静川町から車で1時間ほど離れた津川町です。ここでも口裂け女の噂は蔓延しておりまして、子供たちは大変怖がっています。友達が言ってたんだけど、口裂け女は不死身で何の殺してもダメなんだって。この近くに川があって、そこの公園に口裂け女が出るって友達が言ってました。どっかに赤い屋根の建物があって、それが口裂け女の秘密基地なんだって。この赤い屋根の秘密基地の噂、最近多いな。どうしたんですか？開けて早く。大丈夫か、マサトシ。はい。よし、よかった。どうなってんだよ。どうして、誰。
母さん遅いね。何してるのかな。何してるのかな。あの角を左に曲がったらすぐ警察だから。はい。山下先生、僕美香ちゃんたちを探しにさっきの人の家まで行こうと思ってるんですが、山下先生は。松崎先生、口先女はもう消えたんですか。どうだろうな。山下先生、これ何か役に立つかもしれないんで。ありがとう。あの、吉田和子さんの。お母さんは出かけてるけど、もうすぐ帰ってくるから、また後で来てください。今は二人きりですが、夕方にはお父さんが戻るらしいです。私、あの子たちのお母さんを。下の子、私の娘と同じくらいだった。私、去年離婚したんだけど、娘は夫の方についてって。あの子がそうしたいって言ったから。誰にも言わないでおこうと思っていたんですが、山下先生にだけ話しておきます。え？さっきこの目で見て、口先女の正体だと確信しました。名前は松崎妙子。僕の母です。あの頃、僕たち兄弟は毎日のように母から激しい暴力を受け、怯えながら暮らしていました。兄さんも姉さんもいつの間にかいなくなって、そして母も消えてしまったんです。
母が消えた後、この町で口裂け女の噂が広まり始めました。背が高く髪の長い女でマスクをしている。その噂を初めて聞いた時、母が口裂け女になったんじゃないかと思って、その頃僕は施設にいたんですが、怖くて外に出られませんでした。そしてまたこの町に噂が広まって事件が起きた。さっき見たのは間違いなく母でした。多分母があの人に取り付いて。じゃあまた誰かに取り付くってことも。僕行きます。私も行きます。公園には来ないんだね。人のいるとこ行かないとね。うん。早く行こう。そうだね。お母さん大丈夫？ちょっと待ってね。そうだと思ったんですが、さっきまで聞こえてたのにな。あ、かすかに聞こえる。どこからですか？ちょっと遠すぎて、方向まではちょっと。じゃあとにかく車を走らせて、その声が近くなるところを探しましょうよ。はい。
今日は面白かったか。うん。ああ、よかったよかった。でもちょっと疲れたな。うん。おじいちゃん、あれ何？みちゃん、ダメだ。本当に男の子だけなんですよね。ミカはまだ無事なんですよね。ええ。現場周辺を入念に捜査してますんで。はい。ちょっと外の空気を吸ってきてもいいですか？ああ、はい。じゃあ、あまり遠くへ行かないようにしてください。はい。大丈夫だよ。ミカちゃんはきっと帰ってくるよ。でも男の子は死んじゃったんだよ。そうだけど。
ミカちゃん。ミカ、ミカどこ？ミカちゃんか。ミカ、ミカいるの？ミカ。ミカちゃん。ミカ、ミカどこ？ミカ。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 ミカちゃん。ミカ。なつき、なつき。どうして話してくれないのかな。大変なことになってるのは分かるよね。ミカちゃんは命が危ないんだ。何か見たはずだよね。マサトシ、いい加減にしなさい。分かった。じゃあ知ってること全部教えるよ。今日夕方、小川文明君が遺体となって発見されたばかりですが、先ほど同じ町内の公園で静川小学校5年生の田村夏希ちゃん10歳が刃物で切られたような怪我をして座り込んでいるところを保護されました。重体です。警察では田村夏希って連れ去って確か山下先生のクラスの人物である可能性が高いと捜査を進めています。また同じく静川町の会社員宅で起きた主婦の殺害事件も一連の事件との関わりがあるとみて、まずいな。事件が起きた家の住人の事情を聞いています。こんばんは。ご苦労様です。恐れ入ります。免許証を拝見させてください。はい、はい、ありがとうございます。すいません。あの、すいません。はい。私たち静川署の教師なんですけど、公園の林で見つかった女の子は？ああ、その女の子なら命には別状はないようです。そうですか。ミカちゃんの新しい情報は何か入ってますか？特にお話しできることはないですね。警察に集まってきてる情報も口裂け女の噂みたいなものばかりでして。東小の近くの公園に口裂け女も現れる。次にさらわれるのは静川小の女子。口裂け女は不死身で何度殺しても生き返る。これって全部本当のことじゃないですか？うん、確かになんかミカちゃんの居場所が分かるような噂はないかな。あ、これ口裂け女は赤い屋根の秘密基地にさらった子供を隠している。赤い屋根か。いや、それだけじゃ。あそこか。え？いや、確か子供の頃住んでた家が赤い屋根なんですか？
だから美香ちゃんはきっと口先女の秘密基地にいるよ。もっと噂を調べなきゃいけないの。どんどん新しい情報が増えてるんだから、秘密基地の場所だってもっと詳しく分かるかもしれないじゃん。でも赤い屋根の建物なんてたくさんあるからね。すいません、いらっしゃいませんか。すいません、すいません、いらっしゃいませんか。すいません。何ですかこんな遅くに。すいません、ちょっといいですか。私この子の母親なんですけれども、今情報を集めて回ってまして。あ、そうですか。どんな情報でも構わないんです。何か思い当たることありませんか。口先女の噂とかでも。知ってる知ってる、秘密基地なら知ってるよ。ほら。あ、いいんです。秘密基地って口先女の秘密基地だよね。うん、誰も住んでない赤い屋根の家。それどこにあるか知らない？小向かい山だって。小向かい山？うん。この奥ですか。ミカちゃん、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 ミカちゃん。
どうしたんですか？母が口裂け女になったか、思い出しました。おかしくなったら今度こそお前を殺しそうなんだ。さあ私の首を切れ。登る登る親、早く私を切れ。
そうしないと。ほら早く。お兄ちゃんとか。お姉ちゃんみたいに。暗いところに連れてっちゃうよ。私を切れ。僕の頭の中に聞こえてくる声はそう言っていたんだ。口先女の首を切り落とせば母が誰かに取り付くこともなくなるかもしれません。僕は血まみれの母の姿が怖くてコートをかけマスクをつけてこの中に入れたんです。覚えないんですか？ない。よかったね。
ミカちゃん。先生。よかった。本当によかった、ミカちゃん。ちゃんと姉さんだと思う。大丈夫、ミカちゃん。松崎先生。あ、早く病院に連れて行こう。Yeah.
ミカ、ミカいるの？返事して。Thank you.
キール。はい、おいで。ごめんなさい、急に呼び出したりして。一体どういうことなんだよ。愛と二人っきりで話がしたいんだけど。もうこんなこと二度と頼まないから。お願い。分かったよ。じゃあ少しだけな。はい。ごめんね、本当にごめんね。お母さん。
小さな落書き、優しい両手の匂い、もう一度抱きしめてほしい。振り向いて黙り込む、あの瞳の奥に何が映ったの、教えて。汚れた窓に映った薬